おはよう。ああ、すごいね。おちゃん。逃げるんかい。ジャン君はキリキリとかさ、カミカミとか、このサイズだとするのね。面白いね、ジャン君。ジャン君の可愛いところが撮れました。ポンちゃん、ポンちゃんが来ました。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、カメラにシュリシュリ。ポンちゃん、はい、今度はポンちゃんの可愛いとこ撮ろうか。ポンちゃん、はい。ジャン君のお尻。ポンちゃん、あら、あ、怒られちゃったね。え、って、何って顔してます。なんで。ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、はい、はい、こっちは暑いんじゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はい、甘えた声出してるんだったら向こうへおいでよ。はい。うん、はい。はい。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。さて、向こう行きますよ。はい、行くからね。じゃあね。はい。あら。はい。はい。ポンちゃん、おいで。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 
えい、来たはい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、あ、ジャン君も出てきた、ジャン君、あ、ジャン君も出てきたにゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、おいでおいで、ジャン君のとこ行く、あ、逃げ逃げ欲しいって、よいしょ、あら、戻っちゃう、さよなら、ポンちゃんここにいるよ、走ってきたから逃げた。ポンちゃん、ポンちゃんおしっこピンピンかわいい。キャリー入っちゃいましたよポンちゃん。ポンちゃん、ちょっと近づいただけよねポンちゃん。ポンちゃんはジャン君が大好きだからね、ちゃん。ポンちゃん。さあ、ジャン君もう歌終わったからおいで。ジャン君。ポンちゃん。ポンちゃん。なんだろうね。ポンちゃんなんか叩いたよ。ポンちゃん。ポンちゃん、ほら。あら、そこ。ほら、ポンちゃん。ポンちゃん見て見て。主にポンちゃんのなんだよ。そうだよ。こっちに置こうか。あ、ポンちゃん。爪とぎまたもらったよ。これ逆バナナだよ、いいんだよそれ、グラグラの方がいいのかな、うん、バナナだからね、ちょっと開けるね、ちょっと開けるね、これちょっと切った方がいいのかな、ポンちゃん、あ、これ切った方がいいかな、ポンちゃん、あ、開いたけどもう一個袋に入ってる、よいしょ、ポンちゃん、お、えらい、お、ま、まだです、まだです、何ってなって、まだです、まだです、もう少々お待ちください、踏んだ、もう踏んでます、よしよし、ちょっと、あ、ポンちゃん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 、あ、こっち、え、前にもらったやつですか、前にもらったやつで爪を研いでよ、はい、戻っておいで、はい、ポンちゃん、ほら、来て、はい、おうはい、はい、はい、もうすぐやるね、本当だ、いいね、ポンちゃん、ちゃんと乗った方がやりやすいと思うよ、頑張れ、おう、おう、どんな感じ、おう、グラングラン走る気をつけて、気をつけて、うん、おう、ちょっとグラングランするんだね、バナナだからね、うん、でも乗る、頑張れ頑張れ、このグラグラを楽しむのかどうかかな、うん、あ、ジャン君も出てきた、ここにもう一匹出てきましたよ、お、危ない危ない、反対向ける、反対の方がいいかな、ちょっと危ないね、でもまあこれが転んだからって怪我はしないと思うけどね、あ、そうやってやる、気をつけてね、これを面白がってくれるならね、うん、どうですか、どうですか、ポンちゃん、バナナさんですよ、はい、ジャン君、このツルツルしてないところだったらもうちょっと大丈夫なのかな、おここがほらツルツルしてるじゃん、ジャン君はいいの、あ、シリシリ、ポンちゃん、シリシリいいね、ポンちゃん、ジャン君はそのもっと前にもらったやつの中に入っています、ジャン君、ジャン君もちょっとどう、ジャン君は警戒心が強いね、まずは匂いを嗅いで食べられるかどうかを見てるんだねポンちゃんは早いない、全然平気なのね、あとでジャン君に貸してあげてね、うん、ジャン君は勇気を出して踏んでみ、あ、ポンちゃんは貸してくれそうだよ、ジャン君、ジャン君使ってみたら、ここに置く、はい、どうぞ、使う、くんくん、
おや慎重です。ちゃんくんは慎重です。鼻ついてたやつをつけるかな。見てる？あ、めっちゃ見てる。ちょっとこれが匂ってんのかな。どうだろう、中に入ってたから開ける。これだよ、多分キャットニップだと思うんだけど、違うかな。てかな、また旅の方かな。どうかな。どう、ちょっと。あ、いっぱい出ちゃった。ばあちゃんも。じゃあ後で楽しんでください。うん、はい、バナナの爪とぎ、どうもありがとうございます。グラングラン。ポンちゃん、それは部長？ポンちゃん、うんうんって、私はレディーよって。あら、降りてきてるの？ポンちゃん。あら、やってきてるの？ポン。はい、ポンちゃん、来てくれるの、ありがとう。あれ？よく終わり？よく。カメラを撮り始めると終わっています。これを噛んで飛ばしそうになっていたのにね。カメラやるのみたいな感じでね